はい、どうも皆様お世話になっております。マッキナ YouTube のお時間です。はい、こんにちは、マッキナの太田です。はい、どうもマッキナの近藤です。いや、大丈夫、特になんもないですねそうやね、今日は告知とか特になんもない、ないですねなんかいろいろネタ寝るんですけどないですね、今日はね。そうやね、まあ、あんまりね、ちょけすぎてもあれなんで、店長が、まあ、そんなに心地とは今日は特にないですよね。ないね、うん、ね、今日は大丈夫です、ね、はい。だから久々にちょっともう短いオープニングということで、そうですね、もう日々の動画いっちゃいましょうか。はい、はい、今日はね、まあ約1週間弱の日々の動画なんやけど、はい、まあ、アバルトももちろんあるんですけどね、他の、日本車もあるしフランス車もちょっとあったりするんでね、久しぶりにちょっとこの後いろいろ見ていただけたらと思います。そうですね、はい、はい、では今日の動画スタート。はい、こちらはいつもカスタムしていただきます王様の、ホンダの S660 ですね。今早速リフトアップをしてるんですけども、今回ねご依頼いただきましたのはこちら、スプーン製のモーションコントロールビームMCB と言いまして、何をするものかというと、これ前後バンパーにこのショックを仕込むんですけどね、これは第5のショックなんて言うんですけども、路面からの入力をサスペンションが受け止めた時にボディがしなるんですね。でそのボディのしなりをこの第5のショックで突っ張ってくれると瞬時にしなりを戻すという、まあそれでこう、走行フィーリングが非常に上がる、まあ、激変するというね、まあ、そういうパーツになります。はい、ですから今から前後バンパーを外して慎重に組み付けということになります。はい、 S660 にモーションコントロールビーム装着完了です。まずこちらがね、これフロントなんですけど、バンパーを外しまして、今ねレインホースを脱着しております。でこちらのラジエーター前、こちらにこの第5のショックですね、こちらを仕込みます。で、車体がねしなりますとね、このダンパーが、突っ張ったりという動きをしますんで、瞬時にその姿勢を元に戻すというね、まあそういう効果がありますね。こちらオープンカーやからね、合成的にもねやっぱりルーフがないもので、これはすごく効くと思います。でこちらリアももうバンパー取っ払って、このリアのマフラー太鼓のすぐ後ろ、ここのねマフラーとのクリアランスがねちょっと少ないんですけども、こういう形で、左右を突っ張るショックを今つけたところです。これもすごい効くと思いますね、こういう形で。でこのマフラーの後ろ、これ遮熱板、今からこういうのをつけるんですけども、これをつけたらもう見えなくなるんで前に撮影をさせてもらってます。はい、こういう形でバンパーを組み付けていって試運転となります。はい、王様の S660、MCB 前後装着完了です。今実は王様に試運転をさっきしていただいたんですよ。だからものすごく感動されてまして、微振動がね減ったというのはもちろんなんですけどね、突き上げ感をすごくいなしてくれるような乗り味、今まで結構ブリッツの WZR の車高調をつけていただいたり、ワークのホイールをつけていただいたりしてね、カスタムしていただいてるんですけども、その車高調をつけた時よりも変化がものすごくわかると言ってくださいました。まあそれだけねこうやはりこうライトウェイトスポーツカーの非常にまあ軽い S660 で、しかもオープンなのでね、構成的にやはりちょっと不利な部分があるんですけど、ものすごくこう上質に突き上げ感なく走ってくれるということなんで、まあものすごく感動されてね、帰ってきていただいたという形です。はい、王様このね、イメチェンしたシャーシでね、これからのドライブを楽しんでください。いつもありがとうございます。はい、こちらはいつもカスタムしていただきます王さんの、ミニ JCW のコンバーチブルになります。ローハンでのこういうカスタムペイントがすごいクオリティのお車なんですけども、今日ねご依頼いただきましたのは、またまたすごいプラン、BC フォージドのまずホイールですね。こちらは HCA167S という、組み付けタイプ3ピースですかね。
こういうタイプのホイールになりまして、非常にこのシャープな、鍛造ディスクになりますね。で、フィニッシュはこれはブラッシュドの上からのクリスタルバーガンディ。バーガンディってどんな色かなと思ったら、まあキャンディーレッドですよね。かなり濃いめのキャンディーレッド。こういう形の非常に綺麗なフィニッシュです。で、リムはバフリム。で、インナーリムはグロスブラック。あ、見にくいですね、反射して。インナーリムはグロスブラックで、まあこういう仕上げの、18インチになります。これをインストールさせていただくのと、でこちらは BC レーシングの、ピロアッパー付きの車後調ですね。こういう、フロントキャンバー調整可能なピロ式になります。でね、王様はまあすでにもう BC レーシングつけられてるんですけども、ちょっとねショックが劣化して、オイルにじみが出てきてるということで新品交換という形でご依頼をいただきました。はい、では慎重にやっていきます。はい、ミニ JCW に BC レーシングの車後調装着完了です。BC レーシングはこのように前調調整式、こちらがショックのカートリッジで、これが下のブラケットですね。でスプリングのこの下のね、スプリングの下のリング、これはスプリングのあのプリロード調整で使うんですね。で車高調整はこちらのリングでするというね、まあそういう形です。でリアもこちらの、アジャスター付きのスプリングと後ろ側に別体のショックが構えているというこういう形ですね。でこちらで減衰調整、ソフトハードというね、こういう形で、調整ができます。でこのショックも前調調整になりまして、上側のネジ切ってるとこがショックで、下のブラケットそこのシルバーのリングを回して、前調を伸ばしたり縮めたりして車高調整を可能にするというモデルになります。はい、それでは BC4 自動のホイールをつけて着地させます。はい、王様のミニ JCW コンバーチブル、ホイール交換車高調交換完了しました。はい、こちらが、BC4 自動の、組み付けホイールになりますね。素晴らしくシャープにデザインされたディスクで、こちらのね、ブラッシュドからの、クリスタルバーガンディというお色でして、このヘアライン、スポーク側面にね入ってるのが分かる、ちょっと見えにくいと思うんですけどね、入ってまして、そこからのキャンディーレッド仕上げになります。で、JCW はね有名な話なんですけど、このフロントのキャリパー、これがものすごく大きいんで、ホイールのサイズがなかなかきついんですけどもね、きっちりこのブレーククリアランスを逃がすという、こういう形のホイールになります。で BC レーシングの前調調整式車高調でローダウンをさせていただき、この車高で今設定をさせていただきました。かなりね、低めで、ただあの試運転しましてもね、どこもすらずきっちり走れる形に、セッティングできました。でフロントに関してはこの車高調ピロアッパーマウントを持ってますので、キャンバー調整も自由自在で、この面を実現しております。今回この18インチでね、タイヤをちょっとこう引っ張らせていただいているので、まだ擦りにくいかなというふうに思いますね。で、こちらの、BG フォージドのね、ホイールのディスク、これキャンディレッドをね、お選びいただいたのは、このボディですよね。ボンネットはこのブラインダータトゥーの入ったローハンの手によるもの。で、サイドもね、こういうカスタムペイントが、素晴らしく綺麗にね決まってるんですけど、まあここら辺とホイールのディスク色すごく合ってると思います。はい、こんな感じでね、本当に王様のフルカスタムの、ミニ JCW ですね。足元ねここまでイメチェンしましたんで、またこれからねすごく楽しんでいただけたらと思います。はい、いつもご依頼ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらは、K 様のプジョー RCZ になります。今ね、早速リフトアップをしてるんですけども、今回ご依頼いただいたプランがじゃーん、こちらのタイヤホイール交換になります。で、装着するホイールは、ワークのエモーションの極みですね、こちらのグリミットシルバーの、19インチ、こちらをインストールさせていただきます。純正はね18インチなんですけど、1インチアップという形で装着をします。で、こちらのねワークホイール、お選びいただいたのは
ップ上は国鉄の108というピッチなんですよね。で特殊 PCD 加工ができるメーカーしか無理なので、まあ、ワークはここら辺が得意なのでね、イタリア車フランス車あたりは結構このワーク製ホイールを使うことが多いです。でタイヤの方は、ファルケンの今すごくね、クオリティが上がって質が良くなりました、アゼニスの FK510 こちらの19インチをインストールさせていただきます。はい、ではやっていきます。はい、 K 様のプジョー RCZ、ワークホイール取り付け完了しました。はい、こちらのエモーションの極みですね。これすごい似合ってます。非常にこうシャープなツインスポークの5本スポークを持ったデザインですね。で以前ねこれブレーキキャリパーこちらをね、オレンジでペイントをさせていただいているので純正ホイールでしたらねあまり中が見えなかったんですけど、やはりこういうシャープなスポークのホイールにするとね中がすごくこう主張してて、スポーティーですよね。すごくおしゃれだと思います。リアも同様にねこんな感じで、塗装をしてマッキナロゴ仕上げという形でしております。でこちらもね以前マッキナの、リアのダクテールウィングですね、こちらの方をボディ色で塗装させていただいて装着をされているのですごくスポーティーにまとまったかなというふうに思います。で面具合もね、まあ、ワンピースホイールなのでなかなかドンピシャには来にくいんですけど、こんな感じでかなり絶妙なね、車検も通りそうなきっちりいけそうなサイズで綺麗に足元が決まったかなと思いますね。はい、こんな感じでね実はこのホイールもねホイールのね納期が今かなりかかってしまうもので数ヶ月ねお待ちいただいたんですけども、やっとね今日取り付けというそういう形でした。はい、K 様ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらは、新規ご依頼いただきました T 様のアバルト595のコンペティソーネになります。以前アバルトフェアでね大量に予約をいただいておりまして、今日装着となります。で今回のプランはこちら、またねかなりの大量なプランなんですけども、まずホイール、軽量な単造ワンピースのレイズの ZE40 ですね、タイムアタック3、期間限定モデルでこちらのネイビーブルーの、超軽量なホイール、こちらをインストールさせていただくのと、いつものカーベイのバージョン1車庫帳ですね、非常にしなやかなショックを持つ車庫帳です。で、リアはいつものアッソのキャンバーシムで、キャンバーをつけ、フロントはこちらのカーベイのストラット側、こちらで調整をできるという、まあ、そういう形ですね。でプラスアルファでアッソの低ダストパッド、ここまでのプランできっちりさせていただきます。はい、ではやっていきます。はい、 T 様のアバルト595のコンペティソーネ、カーベイバージョン1車庫帳装着完了です。こういう形でいつものストラットの見慣れた車庫帳になります。でいつも言うんですけどね、こちらのね、ストラットの上下のボルトの下側、これが長穴になってまして、こちらでキャンバー調整が可能です。これシリーズ3までのコンペティソーネで2ピースローターついてるんですね。すごいです。コストかかってますよね。すごいかっこいい。でリア、こちらの方もいつもの斜めにマウントされたショック、これがバージョン1のショックになります。でイエローのスプリングで、車高の方は一番低めに設定をしております。でそうそう、ここにキャンバーシム見えないですかね、キャンバーシムを装着しているのと、アッソの低ダストパッドに交換というね、ここまでの作業が終わりましたので、この後ホイールをつけて設置させて試運転となります。はい、 T 様のアバルト595コンペティソーネ、カーベイ車庫帳、レイズホイール取り付け完了しました。はい、この素晴らしいホイール、レイズの誇る単造ワンピースですね、非常にシャープなスポークを持ってて、今はバルト界では最軽量でしょうね。こちらのネイビーブルー、これはもう白いボディにものすごい似合ってます。で、シリーズ3のコンペなので、まあ、ブレンボキャリパーとね、こちらの2ピースローター、こちらもきっちり見えますね。本当にレーシーな足元に決まりました。で車高はいつもの仕上げです。フェンダークリアランスが僕の指約1本半というところでね設定をさせていただいてます。
でリアはあのアストのキャンバーシムでキャンバーをつけて、フロントは、ストラット下でキャンバーをつけることで、こんな感じのツラ具合ですね。はい、こんな感じでね、すごくこうかっこよく決まりました。実際ね、試運転をさせてもらっても非常にフラットライドです。あの揺れ戻しが、続くことなく1回でこうピタッと収まるね、素晴らしい乗り味に進化しました。はい、 T 様ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらは、新規ご依頼いただきました T 様のアバルト595のコンペティソーネになります。今早速ねリフトアップをしてるんですけども、今回ね足回りのご相談だったんです。こちらのラルグスの車高調をつけられてるんですけども、ちょっとねフィーリングにご不満があるということで、いつもおすすめしてるこちらのカーベイのバージョン1、こちらの方に今日、交換をさせていただきます。まあ、非常にね、ショックの出来が良くて、揺れ戻しを1回で止めるというね、まあ、こういうカーベイ独特の、乗り味になるんですけども、ラルグスからですとね、一気にあのフィーリングが変わりますんでね、楽しみにしておいていただけたらと思います。はい、それではやっていきます。はい、アバルト595コンペティソーネに、カーベイバージョン1車高調装着完了です。はい、こういう形の見慣れたストラット形式で、いつも言うてますけど、こちらの下側のストラットボルトで、長穴になってましてね、ここでキャンバー微調整が可能です。でいつもねローターにあのマッキナでは水平器を当てまして、左右誤差なく組み付けをしております。でリアもよいしょ、見慣れたこちらのね斜めにマウントされたショック、このショックがね非常にいいもので、リアの、段差を乗り越えた後の、揺れ戻しですね、それを1回でピタッと止めてくれるという、まあ、そういう構造です。で、そうラルグスをつけられてたんでね、このスタビリンク、ラルグスの調整式に変わってるんですけど、これはそのまま再利用をさせていただきました。はい、ではホイールをつけて試運転となります。はい、 T 様のアバルト595コンペティソーネ、カーベイバージョン1車高調装着完了しました。はい、こういう形で、フェンダークリアランスもいつもの感じですね、僕の指約1本半というところで設定をさせていただいてます。壁のショックね、ここら辺が一番、スタイリングと乗り味と、両立できるところかなと、まあ、そういうふうに思っております。で非常に、試運転を、ね、しますと、やはりフラットライド本当に、運転してますとその目線の位置があまり上下しない、ですごくその、段差乗り越えた後の収束性がねピカイチいいという、まあ、そういうフィーリングに決まりました。で T 様はねこちらのアッソの IS701 の BBS、 こちらをね装着されておられる、すごくこう豪華仕様でして、今回リアにキャンバーシムを入れてないので、フロントもほぼほぼ、キャンバーがつかないような状態でセッティングをさせていただいてます。非常に綺麗なツラ具合を実現してますね。はい、新たにね、イメチェンしたその乗り味、ラルグスからカーベイのプランなんですけどね、この仕様でのドライブ、今後楽しんでください。はい、 T 様ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。また皆様のカスタムの参考になればいいなと思います。で、引き続きチャンネル登録、高評価なんかもお願いします。お願いしておきます。それでは次回の動画まで、さよなら。